අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ මාගේ හොඳ යාළුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා කැම්පස් එකේ. හොඳ යාළුවෝ දෙන්නෙක් එක්ක තමයි අද වීඩියෝ එක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ දෙන විස්තර මොනවද කියලා. එහෙනම් කන්තන් දැන්自己 紹介 お願いします。はい、yu.com のゆうきです。はい、What's up, Level24からお送りするどうも yu.com のネットです。今日はどういう動画をやるつもりですか？三人で。やっぱり、ね、あの YouTube を使って、はい、スリランカの方たちとコミュニケーションを取りたい。なるほどですね。あびめインナタのピリパスディエネモカッドギエラ。メーカーアビラモカッドギエラピヤルワンタボホムケティエンペヘディリゴロ。簡単な説明をお願いします。はい、これ見て、はいはい。これなんですけども、よく見たらうんこ。いやでもきれい。メーカーエビラうんこ。うんこきやんのもなで。でやっぱベッタク、うん。はい。やっぱりこういうのって、うん、日本人って頭おかしいんじゃないかってわからないけど。どう思います？日本人って頭おかしいですか？でやめきやんの迷惑電話迷惑電話あ。飾りやね、デコレーションみたいなティーネがギャナ、モノマディヒタンニキーラアハノワ。みんなうんこ大好きなんで、うんこ持ってこないと話にならない。話になんない。はい、なんで、多分わかんないけど、うんこをなぜうんこにしてるかって言ったら、あの毎日欠かせないじゃないですか。こうやって。そう、それを大切にしよう。ああ、なるほど。嘘、わかんないけど。じゃあこの同じポーズしましょう、2人で。なぜこれなのかは分かりません。ああ、なぜこれなのかは分かんないね。どうやらこれがうんこに見えるのかな。うんこにはちょっと見えない。でも微妙にそう見えるね。うんこにはちょっと軽く見えます。日本で言ったらアニメが有名。アニメが有名。日本で言ったらアニメが有名。ジャパンにプレシッドモナーでアニメーション、アニメアラペンにもかってちょっと軽い紹介お願いします。これ何ですか？ドラえもん。ドラえもん。僕の前面だけにドラえもん。僕の旦那の前ドラえもんキャンにもかくできえだ。超有名。アメリカでもいけない。アメリカでもプラシッドカードアニメーション。アニメーション。で、何が面白いのかって言ったら、このポケット。このポケットで、秘密道具、うん。いっぱい出てくる。そう、いっぱい。もう何個でも。何個でもこの。何千個でも。もういっぱい入ってる？いっぱい入ってる。ちっちゃいのに。ちっちゃいのね。4次元ポケット。おやばい。エアエキウェメイケああ、メイビシェショってたま、メイサタギメイポコッテキ、ケーカデヴォルティエロール。はい。あ、主人公このキャラクター2人は主人公がマサラタウンのサトシ。違う。はい。この子はドラえもんとお友達。はい、この子はできないの、何も。何もできない。勉強もできない。できない。ちょっと運動もできない。運動もできない。目頭はあのドラえもんがやるわ。目あれったらウェルベヘル。この女の子のことが大好き。ああ、この子がこの女の子のことが大好き。そう、かわいい。彼女ではない。彼女じゃない。あ、付き合ってはない。でも将来結婚したい。将来結婚したい。あ、なるほど。で、この子は別に興味ない。でもちょっと優しい。ああ、なるほど。優しく。そっか。優しいから、し、でものび太くんのこともちゃんとなんか。優しくしてる。優しくしてくる。なるほど。目頭、いや、ミキアンに目は、ビラ目は、キャマティール、ヘベイ、ヤルウェラン、ヘイキエライ、キアンに。で、さっきのドラえもん。ドラえもんに助けてもらう。ああ、ウダウガナ。いやね、あれ、ドラえもんキニカ、キニキナ、目は、ウダウガナル、ファーダムウェルウェルド。イトゴロ、バルナエティメディナ、カウデキラ、メディナ、ニカマ、マギ、ユニューシティエケ、ヤルウディネネメイ。イティング、ビラ、今日ドラゲチャンネルでモナーでモナー三番でエンドクランニケラチャンネルの内容は主になんかかっこいい動画とかあとはもう完全に日本語で喋ってるっていうのとかあとなんかやってみたなんかそのケーキ作るとかまあやるなんかいろいろ調理してみたとかいろんなことやってます。ブログも多分本当にやるかな。でエニさんオーグランタジャパンタワティがこんでりいけないかんで頭ジャパニーズ再現あったまジャパニーズハガンダ、イケナガンダ、カノフルウェンダ、メゴランギ、チャンネルカー、オグロガンバン、マン、エグリンキャッダンナ、パルヘン、オグロチェック、ラバラン。でも、こういう。そう、すごいなんか、映画もね、使ったことあるから。ユキ、これは何ですか？これはガンドです。これもアニメーション。アニメーションに出てる、なんだろう、キャラクター？キャラクター。胸の中に。このパップワールドミニスワーゲンのブランドでロボットとしてファイティングファイティングこれ動く
いや、動い、足やったろ僕の伝名だけにね、あれやっぱりヘディーガルビデオだガンダムキアなキャラクター系フィリメンあ、みんな目カートンねけ、みんな目アニメーションねけ書いてあるやんキャラクターがあったのは、ね、ガンダムキラキアねそう、ちゃんとね、こだわってるすごく細かいところまでね文字がワーニングワーニングやばいチェックビフォーアンドアフターファイトすごいね、見たことあるそうただのスキルだワーニングとかいっぱい書いてるねいけないかでも見えない見えないネットがもう潰されそうそう、これバランで見えてサイズがガンペアガンペアでかいちょっとサイズがね200系サイズがとみんなビリメンこれはスタチューオフリバティサイズ的にはアメリカのそうスタチューよりはちょっと小さいけどオリンピックじゃねえやこれアメリカから送られてきたみたいな説はあそっかそうだからアメリカみたいなのは言われているジャパンよりプレゼントプレゼント、yeah. ジャパンよりは高くあ本当に金本当ああ、なるほどね。下からね。あ、見送られた編ね、フジテレビ。これは何ですか？フジテレビ。フジテレビでーす。テレビ局。TV station。超有名。This is TV station in Japan. Very popular TV station. Very popular. Yeah. そしたらユキ、自分が日本以外、行ったことある国。日本以外に行ったことある。そう。ああ、もう撮ってる。戻ってる。はい、ということで僕がその日本以外で行った国はアメリカ、カリフォルニア、カリフォルニア、カリフォルニア、アメリカ、アメリカ、あとはどこだっけ、バリ、バリ行きました。うん、バリとかあとはハワイ、ハワイ、お、ハワイも行ったんですか？うん、ハワイも行ったし、でも僕方向音痴なんで、はい、学校どこだろう。おーやばいそう、わかんないなってしかも、日本と違って制服じゃないあーなるほどねじゃないかみんなパーカーとかだからはいはいはいあそこにいる女の人絶対学生だ、同じ学校の人だと思ってついてったの全然違うとこで全く違うとこにじゃないやばでそれはやばい、危ないそう、方向音痴が出たと思って前、あ、そういえば前回もなんか反対側行ったら合ってたなてあーそれはあるね自分も微妙にそれあるのねちょっと半信半疑本当か嘘かわかんないけどとりあえず反対側行こうってなったら正解だった正解だったスリランカの人がねよく知りたいのは、うん、日本と多分韓国も行ったことがある、うん、そうあると思うので日本と韓国の違いと似てるところ、軽くそう説明してほしい、ね、日本と韓国って言ったら結構顔が日本人でもちょっとわかんない時もある、はい、あ中国人とかそう、ね、フェイスがちょっと似てそう多分ネットもすごい韓国詳しいからできればできればそう、はい、ということで紹介しますネット君です、はい、で韓国代表のネット君です韓国が大好き大好きね大好きです一番大好き K-POP が好きだからだからもあの質問をもう一回聞くんですけど韓国と日本の、まあ、似てるところと違いを軽くそう説明してほしいです顔とかはまあさっき言った通りやっぱり、まあ、似てるってあるけどでもなんとかなく雰囲気とか雰囲気がちょっと違うあとなんかその韓国入ってるけどハーフじゃなくて先祖がちょっと韓国でみたいな人がいるから、はいまあ、そういうのはやっぱりちょっと混じってる感で見たらやっぱ見たらまあ分かるっちゃ分かるかもしれない、ね、よく知ってる人だったら見分けができるけどあんまりそうなんか、うん、そう例えばレジやってます来ましたどっちだろうみたいにはなる可能性も喋ればわかるなるほどね、まあもちろん言葉は違うよね言葉は完全に違うし喋れなければすごいね見分けが難しい韓国が似てるって思うのが文化が似てて、はい、お箸の文化ああなるほどお箸の文化って中国と日本と韓国だけだからなるほどねそうまあそうそれでまあちょっと違うのが韓国は箸重いよねそう鉄なんだよなるほど結構意外と疲れるよね何で重いのかそう疲れる日本は多分木とかそういうすごい軽くしてるイメージだけどね木の文化だから日本そ
そういう木材とか自然を使ってなるほどね。だから木だったから、まあ、そっちの方がいいと思うけど、韓国全部鉄なんか理由はあるの、そういう鉄使う多分もともとこっちとは向こうの世界が違うから、まあ、日本の方が有名だったんじゃない。なるほどね。作りやすくて何回何回も使える。それはない、何回も使えるし。あ、そうだね。食べ物とかがちょっと違くて、あ、韓国だとちょっと涼しい。なるほど。ちょっと北だから、まあ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 、日本に比べたらね、うん、カラッとしてる。でハワイみたいな感じかな。なるほど、うん。夏とかも、夏はね、意外とね、暑かった。いやでも湿気がない暑さ。そうだからハワイとちょっと似てる感じがあって、日本は蒸し暑いんだよね。やっぱ湿気が高いよね、日本、うん、韓国だと湿気よりは温度が高くて、そう温度高くてカラッとしてるから、まあ別にそこまで暑いほどでもないよね、うん、冬はめっちゃ寒いけど、冬はもうマイナスなんとか、マイナスなんとかいく。もう俺パジャマでホテルから外出てマジでやばかったけどね。鍵忘れたし、うん。そうだね、はい。あとは食べ物が辛い、韓国は。あ、そうだね、やっぱりそっち側だよね。スパイス何がスパイス。キムチ。キムチ。そうなんだ。なんか発酵とかつける系が多いよね。うん。何でスパイス？唐辛子。唐辛子。唐辛子。うん、え、スリランカは唐辛子。まあ唐辛子も使うし、違うスパイスも使うから、なんかどっちに辛くなるっていうのがやっぱ難しい、うん、言えないね。そっか。いろいろ辛いもの。いくつも使ってるから辛く感じるみたいな。韓国はもう全体的に煮詰めて辛子とかそういう感じで、トッポギとかも全部煮詰めてるから、あれ。なるほどね。筆チゲとかと一緒で。どうなんだ、食べ物似てるところってありますか。あ、食べ物が似てるところはご飯が一緒。米、まあ、米、 米がほら、ヨーロッパとか行くと細いじゃん、米が。細長い、なんか美味しくない。あ、ごめん、イギリスで食べたけど、パラパラしてる、うん、そう、パラパラして。インドもそんな感じじゃないの。インドと、インドも東南アジアもそうで、そう、なんかあんまお腹いっぱいになんない。ならない。でも、韓国行った時にビビンバっていう、あ、食ったんだけど、ね、もう超うまい。そう、日本人の、米、もちもちした、はい、米が本当に相性良くて。あ、なるほど。そう、なんかね、似てる。そう、似てる。だから恋しくはない。そのなんか、うわ、早く日本帰りて。なんない。強いて言うならお味噌汁飲みたいと思ったぐらい。そう、そうね。お味噌汁は美味しい、本当に。本当なんだっけな。そう、なんか日本は出汁の文化だから。味噌汁がね。そう、出汁の文化とかある？あんまないよね。ないね。そう、俺も、あんま聞かないよね、そう。で、出汁の文化っていうのは昆布とか、はい、そういう素材、アサリとか貝とかで、そう、その出汁を取る、その自然の味を出してくから、もう栄養がいい。あと、なんだ、日本と韓国って違うとこがあって、まあ、なんだろう、冷麺とかあるじゃん。あ、冷麺。冷麺ってちゃんと、日本ってさ、食ったことある日本の冷麺、牛角とか行くとさ、あるじゃん、冷麺って。あれ、ね、なんかあれちゃんとなんか全部食べやすいになってるじゃん、うん、韓国のちゃんとラーメンみたいに切れてるの。そう、冷麺は自分で切るんだよね。え、こうやって全部つながってる。そう、繋がってんの、一本全部、全部丸々一本繋がってるから、それを切ってみたいな。あ、自分で切る。向こうはちゃんと、だから先に切ってもらうとかはできない。自分で切る。そう、自分で切る。だからそれが文化。そういう文化ね。でもね、切るのね、楽しい。楽しいでしょ。楽しいし、ね、自分の場合長く食べたいから、あえてちょっとだけなんかちょっとやって、もうサムにしてスーッてね。いいよ、結構美味しいし。あと歯ごたえ違うでしょ、日本って全然、ね、向こう小麦とかそういう系ちゃんと使ってるから。そう、日本のは違うんだよね。あと牛の出汁とかも使ってるし、韓国、うん、食に関して結構美容とかがあるから、日本と違ってね、なんかそういう面で結構気使ってるんだよね、向こう。だから辛いものとかも体にいいじゃん、実際。そう、ね、いいでしょ、辛いものって。なんかね、違うんだよ、バランスにもよる。あんまり辛すぎても、ほら、チリソースとかを取りすぎても良くないけど。お前が言うか。うん、俺もうやめてる。ちなみにこいつやばいからね、あるお鍋屋さんとかで僕たち働いてたんですけど、はい、そのお鍋屋さんで、なんか辛い鍋出汁があるんですよ、はい、赤辛でいうもなんかすでに5ぐらいの辛さだと仮にして、はい、そっから自分でなんかスパイスとか足すんでレベル8とか9とか10にするんですよ。でももう今やめてます。やっぱね、そう、お腹痛くなる。なるだろう。なのに食うんだろう。違う、なんかね、その時多分異常だったわ、ストレス溜まりすぎて、足りないとか言って、刺激が足りないとか言って、ね、そう、ストレスで、わかるわかる。でも今はそんなストレスないから、まあぶっちゃけ今そういう辛いのはあんま欲しくない。あの人、聞きたいのは、うん、あの
芸能界、芸能人とどう違いますかっていうのは。芸能人それは YouTube に入ってきてるってこととはまた別で、テレビの芸能人と、どこの何日本の歌手とかはどう思うか。そう、日本の歌手とあの韓国のアイドルとか何に違います。あー、オッケー。そしたらなんか好きなそういうアイドルとかいますか。いるいるいる、めっちゃいる。トゥワイス、G フレンドとかビッグバンとか。何よりね、日本のジャニーズと比べてかっこよさが違うんだよね。どういうところ。日本のジャニーズってなんか可愛い、わかる、王子様系じゃん、ジャニーズってイメージが、はいはい、韓国のアイドルってなんか王子様とかそういうのじゃなくて、もう普通にかっこよさとか可愛さとかそういうなんかエロさとかがあるわけよ。踊れるか踊れないかみたいな、踊るって歌えるか、歌うまいとか。そう、だから、はい、その日本のジャニーズとかブランドなわけよ。ブランドだよね。でも韓国とかも実力社会だから、マジで売れるやつだけのもどんどん行って、そう生き残って、そっから始まってどんどん売れてってみたいな。で多分そのやり方が違くて、ビジネスがその韓国だとアイドルはアイドルじゃん、もうイメージがアイドルじゃん、日本だと違うじゃ ん、あのホンダとかさ、技術じゃん、売り時間。そうだからそこまで伸びないのかなっていうのはあるね。そうだから芸能人とかはぶっちゃけなんかニュースでやってるけどあんまり興味ないです。あ、僕は、僕も日本はあんまり興味ないですね。日本の芸能人とか橋本環奈しか日本興味ないんで。俺ワイヤー .com のゆうきでーす。闇さん、今日は私たちの動画をこれで終わりたいと思います。はい、ぜひ僕のチャンネルもチェック、そうチェックと登録といいねお願いします。もしも勉強に なったと思ったら楽しいなと思う方は登録もお願いします。バイバーイ。バイバーイ。